すごい光景が広がってます。さあ、ようやくグランドキャニオンに着いたね。来たね。アメリカで一番の国立公園。その景色がこちら。じゃーん。ここには60億年分の歴史が刻まれてるんだって。さあ、今からグランドキャニオンのサンセットを見るよ。最高なロケーションです。なんかね、サンセットを見るとここでね、うん、人生観が変わるんだって。もう変わったよ。もう変わった。はいや、美しい景色が広がってます。沈むね、ちょうど沈む。素晴らしい。気持ちいいね。すごいくっきり見えるね、太陽が。この美しさは肉眼じゃないと伝えきれないな。世界一周始めて1ヶ月が経ちましたが、心境はどう？旅に出る前と比べて。最高。なんかナチュラルな人間らしい桑原真帆に慣れてきた気がする。なんかいろんなことにさ、ああだったらいいな、こうだったらいいなとか今までずっと考えて生きてきたけど、なんか今見てる目の前のこれに、グランドキャニオンだけじゃなくて普段の生活からね、もう目の前のことにこうやってすごいな、ありがたいな、美しいな、そういう気持ちを持つのって日頃から大切だなって、改めてこうやって偉大なものを見ると自分ってすごく小さいなって思うから、だからもっと全てにありがとうだね。ありがとう。いつも太陽の光のおかげで私たちが照らされて生きてられるんだもんね。すごい不思議。俺は真帆がいたら生きてられるよ。私が太陽。うん。ヒュー。うわ、沈む直前のこの景色はすごいね。すごいよ。Amazing。Amazing。Amazing。ああ、行ってしまう太陽が。全てに感謝だね。本当に拍手が起こってる。イエーイ。会場からは拍手が沸き起こっております。すごくない？この一体感。夕日が沈むだけで拍手。なんか勉強しなきゃいけないね。そうだよね。一つ一つのことを喜んで、日々自分のことも称えて感謝もちゃんと伝えなきゃなって、今の拍手聞いたらすっごい思った。ちょっともうちょっと自分たちを褒めてあげなきゃね。じゃあ僕の褒めるとこ一つ。目が茶色くて素敵。それ全然最近の日頃のなんか頑張りとか功績を称え合おうじゃないじゃん。何その目が茶色くて素敵って。じゃあ今日生まれた時からは。じゃあだから今日見てて、うん、目茶色いっていいなと思ったの。すごい綺麗だなって。あ、僕の目が。そうそうそう。私にはない魅力だよね。ほら、茶色くて素敵じゃない？羨ましい。茶色い。伝わらんわな。ねえ真帆、明日も一日素敵な日にしようね。うん、約束だよ。いつもありがとね。Promise。 Promise。 Promise of you。 Just say Promise you。 Promise you。 Yeah。 訂正されました。決まったと思ったのに。はい、Promise you。 ありがとう、Thank you。 Yeah, I promise you。 あ、コウモリ出てきた。どこ？ほら、本当だ。うお、うおー、びっくりした。びっくり、ちょっと待って、今目の前コウモリ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりした。待って、めっちゃでかかった。めっちゃでかかったじゃん。ぶつかってくるのかと思ったもん。
びっくりした。吸血鬼好きだからうちで疲れてもいい。何言うとんねなんと今ネズミがいたので急遽カメラを回し始めたんですけれども、なんとすいません、4倍スローカメラで撮ってました。なんでやねん。4倍スローです。今この映像は全てすごい。もうこれ今まずスローになったっていうことのご認識をお願いします。言われなきゃ分かんないね、うん、でこれネズミが出てきたから撮ったんですよ。ネズミ、おお、ここでね iPhone のライト、あ、一瞬今見えましたね。今一瞬見えた。見えなかった。どこにいるの。この隙間のところ、隙間のところ、おろろ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 ろ、今隙間のところに、ほら来た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 。え、これスローでこの動きなの。スローで、ほら、あ、来た来た来た来ました、ネズミです、帰った。え、スローでこの動き相当速くない？相当速い。帰るのも早かったな、スローなのに。だから一瞬だよね、実際の速さ。帰ったのがね、おお、なんかズームしてってるし。いいぞいいぞいいぞ。さあ来るか、来ますよ。ほらほらほら、見えてきた。皆さん静かに。ほら可愛いとか言うから帰ってまったみ帰ってまったみって何。帰ってまったみどこの国の言葉それ。わからん、名古屋のやつらを使うと思うで。ほら来た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 、いい顔してる、あ、可愛い顔してる、可愛い、あ、可愛いって言ってから見せたら、あ、可愛いもんだって、え、可愛いから可愛いって言っちゃうやん、こんな。可愛いって言っちゃダメなんじゃない。そう、可愛いって言っちゃダメ。エリアンでも現代社会も可愛いって言われたくない男子。あ、あ、買ってきた。可愛いって言っちゃダメだ。あ、ごめん、俺がちっちゃい声でも可愛いって言ったから今ちっちゃい声で可愛いって言ったから帰っちゃった。ほら来た来た来た。ほら言ってないからね、言ってないから、うん、言ってないから可愛い可愛い、もう帰った後ならいいかなと思って。可愛かったな今のも。結構ちっちゃかったよ、ね、だいぶちっ、来るタイミング早くなってきたな。来るタイミングだいぶ早いぞ。可愛いでも可愛いって言っちゃダメなんだ。今一瞬目あったからさ、可愛いって言っちゃったんだ。もう言わんように努力するわ。可愛いよね、うん、あ、可愛いって言っちゃった。帰っちゃうよあ、可愛いがもう大丈夫かもしれない。あ、可愛い大丈夫だ。皆さん今可愛いチャンス、かわいい、せーの、かわいい。あ、いやみんなで言われるのは嫌だって。みんなで言われるのはダメらしいわ。さあやってきたのはアンテロープキャニオン。私が一番来たかったところ、ようやく来れましたね。ありがとうございます。そうね、チケット代はね高かったけど、中はカメラが回せないみたいなので写真だけの紹介になりますが、どうぞご覧ください。こんな感じ。いやー、お金払ってよかった。めちゃくちゃ綺麗だったね本当に綺麗だった。やっぱ人生で一回は必ず見たい景色だよね。いや、もう本当にすごい自然の強さを感じたね、うん、だし、なんかツアーガイドさんがこういう風になるまでにはどうやったらこうなるかみたいなやつやってくれたじゃん、うん、それもなんかまた感動した。なんかすごいよね。土を集めて水かけてを繰り返して道作ってたんだけど、なんかそれを見るだけで感動できるような人になったんだなと思った。素敵だよあなたは今日も。で、なんか心が今日も朝から動きました。私たちは早朝の一番初めの朝8時のツアーに参加して、早くてよかったよね、うん、早起きしてよかったなって本当に思う。それじゃあ次行ってみましょう。レッツゴー。